加納選手です。よく勝ち切りましたね。そうですね、ちょっと昨日は、山崎君の前でね三振したんでどうにか打ってやろうと思いました。その9回ですけれども内野安打すごい執念でしたね。そうですね、もう本当に、綺麗なヒットがいいんですけど、出るときはねああいうヒットでもいいと思っていつも立ってるんで、綺麗なヒットじゃないですけど、いいヒットやったと思います。そして10回、これは目の前で新井選手がフォアボールを選んで勝ち越しでの加納選手の打席です。どんな気持ちでいったんですか？もうどうにかね、追加点が欲しいところだったんで、僕も守備守ってますし1点じゃやっぱ不安だったんで、しっかり1点取りたかったんで良かったです。はい、今日も相手のクローザーを打ち崩して追いついて勝ちました。チームに粘りが出てきましたね。そうですね、本当に今チームがいい状態なんで、これを、ね、続けていったらもっともっと勝てると思います。そして今日は延長にもかかわらず横浜に多くのタイガースファンがまだ応援してくれています。本当にいつもね他球場でいても、すごい応援をしてもらえるんでね、僕らも本当に力になってますんで、これからもよろしくお願いします。これで3位 DeNA に勝ち越しました。また明日以降へ向けて一言お願いします。まだまだね借金もあるんで一つずつ返して、どんどん、勝っていきたいと思います。では最後に力強い一言お願いします。また、どんどん、ロード続きますけど勝ちたいと思うんでまた、足を運んでください。ありがとうございました。今日のヒーローは見事な2本のタイムリー加納選手でした。放送席どうぞ。橋本康介アナウンサーのインタビューでした。加納さん、昨日のやっぱり三振のシーンを本人もね、語ってましたね。いや昨日見てて ねど真ん中の真ん中見逃したんですよ、はい、うわー加納これ悔しいだろうなと思っての心境を言ったらやっぱ加納やっぱそうでしたね。全くその心境だったんですね。